こんにちは。先日、明日からヤルミナ教競争の僕も中学生だと小道寺部屋でお布団にくるまり、新年度に向けて心を膨らませつつすやすや、翌日なんと寝坊してしまったではありませんか。そんなバナナ入学式遅刻遅刻とバナナになりつつ、実は学校まで電車で片道6時間の値はダブルソフト加えつつ駅に直行、ちょ待てちゃなんやかんやでギリギリ乗車、満員電車、次回果汁へ一杯、パイナップルシェンコ先輩、満員電車でそんなに回転したら学校の最寄り駅に着く頃にはあたい丸ごとバナナフルーツパラダイス戦だぞ。はい、ということで今回は全く食べ放題ではない食べ放題企画、欲望丸出しの最悪の解約、達成不可能な理不尽イベント、信用を大きく損ねた半額祭りなど、大炎上を招いた飲食店のありえない企画を4つほどご紹介していきたいと思います。てゆくパンケーキ祭り。パンケーキ祭りは大手ファミレスチェーン店のデニーズが2014年に企画したイベントで、その内容は税込み999円で焼きたてのパンケーキが食べ放題、さらにワンドリンク付きという夢のようなイベントでした。またデニーズの公式ホームページには、複数のフルーツやアイスクリーム、ソースが贅沢に乗せられた大きなパンケーキの写真が掲載されていたほか、各メディアでもこのイベントが大々的に告知されていたため、イベント当日は美味しいパンケーキを求めて大勢の客が店舗に殺到しました。なお最前列で並ぶことに成功した安全太郎が、最後尾の客がさばけるまで使命感で旗振ってたとか。しかし蓋を開けてみると、このイベントは残念すぎる点が非常に多く、パンケーキがイメージ写真とは異なり非常に小ぶりだった上、焼きたてどころか冷え切った状態で提供される。客が一人でも複数でも乗せられているフルーツの量がキウイ、バナナ、オレンジがそれぞれ2切れのみと固定だった上、フルーツの追加も断られる。シロップやアイスの量も少なく、人によっては何もかかっていない状態で提供される。パンケーキは一度の注文で2枚運ばれてくるが、おかわりを注文しても全くテーブルに運ばれてこず、店舗に2時間滞在しても最初の2枚しか食べられない客もいた。ドリンクバーを混ぜるゲームはコーヒー混ぜ出したら終了の空気になりがちなど、顧客の期待を裏切るずさんな仕上がりになっており、店舗を訪れた客たちが SNS やブログ等に写真付きでこのひどすぎる実情をアップしたことで、デニーズには批判が集まり、たちまち大炎上に発展してしまいました。これに対しデニーズ側は、今回の食べ放題には予想をはるかに上回る客が来たため対応が間に合わなかった、パンケーキを1枚焼くのに7分ほどの時間がかかるが、それをはるかに上回るペースで注文が殺到し、食器も足りなくなる状況だった、バイトリーダーの全裸キリン仮面が男の子の日で出勤できなかったなど、こうした事態を招いてしまった経緯を説明するとともに、お客様のご批判を真摯に受け止め、本当に申し訳なかったと思っておりますと謝罪の言葉を述べています。五種飲食帳キャンペーン。五種飲食帳キャンペーンは大手ファミレスチェーン店のガストが企画したイベントです。このイベント内容は2019年4月22日から5月15日までの24日間で、全国1361店舗ある全てのガストをめぐり、各店で1000円以上の飲食をした記録が記載されたレシートを集めて応募することで、先着50名に総額1000万円の食事券をプレゼントするという内容でした。しかしこのイベントはとんでもない欠陥を抱えており、24日間で1361店舗を回るためには、単純計算で1日50店舗、1時間に2店舗以上を回る必要がある。各店舗で1000円以上の飲食をするには総額130万円以上が必要になるが、もらえる食事券の上限は1人最大で20万円までと定められていたため、20万円の食事券をもらえたとしても食事代の約 15% 程度しか還元されないという実現不可能かつ顧客側に損しかないガンジーとニトベイナゾーも衝撃の仕様でした。そしてこれに気づいた人々がイベントの欠陥を指摘するとともに非難の声を上げたところ、4月24日にガストを運営しているスカイラークレストランズからガストというブランドが日本全国全都道府県に1300店以上あることなどを楽しみながら知っていただきたいとの思いと、そのための話題作りを趣旨として企画したものの、お客様からのご意見
をいただき再考した結果、企画を中止することといたしましたという告知が行われ、このイベントは中止となりました。また当時すでにレシートを集め切っていた僕は、怒りのあまり1300体のキョンシーたちに貼り付け、各店に突させなかったとか。しかしその翌日の4月25日に、4月22日から5月15日までの24日間に、異なる5店舗で1000円以上の飲食をした記載のあるレシートを集めて応募することで、10万円分の食事券を抽選で100名にプレゼントするという内容の新御朱飲食キャンペーンの開催が発表されました。そしてこの企画に対しては、中止の告知前にレシートを集め始めていた人たちも救われる内容、かつ十分実現可能な内容で、何よりも対応が素晴らしく早かったという点から多くの賞賛を集め、スカイラークレストランツはこの対応によって炎上を最小限に食い止めることに成功しました。またこれにより10万円の食事券をもらったキリン仮面がガストの駐車場で嬉しさのあまりウィンドミル決めてそのまま飛んでったとか。全皿半額キャンペーン。全皿半額キャンペーンは、大手回転寿司チェーン店のかっぱ寿司が2021年に企画したイベントで、その内容は9月26日限定で終日全品を半額で提供するという超太っ腹な内容でした。そしてこのキャンペーンはホームページや SNS 上で前もって告知されて大きな話題を呼んでいたため、当日は大勢の客がかっぱ寿司に押しかけることが予想されていたのですが、キャンペーン当日、かっぱ寿司は Twitter 上で、各お店準備は万全です、従業員一同ご来店をお待ちしておりますと、客をさばききる自信があるかのようなツイートを投稿していました。また自信の表れからか、大将のねじり鉢巻きがいつもより頭に食い込んではなかったとか。しかし開店時間になると、かっぱ寿司には店側の予想を大きく上回る超大勢の客たちが詰めかけ、店舗近隣では交通渋滞が発生した上、一部店舗ではなんと8時間以上もの待ち時間を要求されるというとんでもない事態が起こってしまいました。そしてこれを受けた客は、8時間無料放置プレイ、ふざけるな、俺とくー。またかっぱ寿司ではアプリを利用することで事前に来店予約を入れることも可能だったため、そちらを利用しようと試みる人々も大勢存在したものの、当日はアクセス型によってアプリのサーバーが落ちており機能しなくなっていました。さらに果てしない待ち時間を耐え忍び、ようやく入店できても人気ネタは早々に品切れしており、食べられるものがほとんど残っていなかった。店内の清掃が行き届いておらず、汚れが残ったままの宅に案内されるなど、ツイートで見せた自信は何だったのかと思わされる期待外れの惨状が広がっており、このキャンペーンを企画したかっぱ寿司はたちまち大炎上してしまいました。またこの様子を見た客は、汚れと取るかご褒美と取るかどっちなんだいメーブル。そして翌日の27日、かっぱ寿司はホームページ上で一連の出来事に対して多方面にわたりご迷惑をおかけする結果となりましたと謝罪文を掲載したのですが、その裏でも一部店舗では入店できなかった客に半額クーポンを配布していたが、クーポンをもらえなかった人たちも多く存在していた上、クーポンがメルカリで転売されるという問題が発生しており、謝罪文が発表された後もかっぱ寿司には誠実な対応を求める批判の声が寄せられ続けました。メニュー隠し。メニュー隠しは大手ハンバーガーチェーン店のマクドナルドが2012年に行っていた企画です。この企画の内容は、カウンターに置かれているメニュー表をなくし、カウンター後方上部にあるメニューボードを見て注文を決めてもらうというもので、マクドナルド側はお客様にカウンターでストレスなく注文してもらうことを目的としている。列に並んでいる間に頭上のメニューボードを見ることで注文を考える時間を多く取れるようにしたと、この企画の意図を説明しました。なお、みんなの目線が上がることで瞬間的にチンポジ調整しやすくしたという裏テーマもあったとか。しかし頭上のメニューボードには基本的にセットメニューしか掲載されておらず、各バーガー単品や100マック、ポテトやナゲットなどのサイドメニュー類は一切記載されていなかったため、この企画について顧客側からは、客単価を上げるための悪質な経営戦略ではないか、ただの解約だ
ちゃんこセットないじゃん。バイ寺田幕内力士心などと批判が相次ぎました。また客側が要求した場合には全メニューとその値段が記載された紙のメニュー表を出してもらうことができたのですが、それについても店舗側からの案内はなかったため、知っている人だけが従来通りの注文が可能という不公平な仕様になっていました。そして批判を受けたマクドナルド側は、頭上のメニューボードとは別に壁に全てのメニューが記載されたボードを貼り出すという対策を講じたのですが、これに対してもそんなことをするならカウンターのメニュー表も戻せという非難の声が多く寄せられ、最終的に従来通りのカウンターメニュー表が復活する形で一連の騒動は幕引きを迎えました。なお、ポテトの揚げ上がり BGM に合わせて、乳首硬さトマトと半音キー上げで歌唱するキリン仮面が確認され、店内のみんなが確かにと共感したとか。はい、ということで今回こんな感じなんですけど、この動画を見て寿司はサーモンしか勝たんと思ったやるみな信者とテーブル相席になっても優しいギャルは、高評価、チャンネル登録、ベルマークの通知登録の3点お願いします。あと他にもいろいろやってるので概要欄のチェックもよろしくです。はい、ケンジタイムなんですけど、質問箱です。英語の発音もとても素敵ですが、普段英語の勉強されているのでしょうか、ということなんですけど、まあ全くしてないですね。英語って結構もうずっと覚えたいなっていうか、ある程度なんか海外旅行行った時とかに困らないぐらいとか、あの英語力欲しいなとか思いつつ、やっぱり続かないですよね。人生で3回ぐらい英語勉強しようかなと思って、取り掛かるまで行ったことは、機会が3回ぐらいあったような気がするんですけども、まあ、すぐ3日坊主で終わっちゃってっていう感じで、あの最近で言うと、あの DJ 社長が英語の覚え方みたいな動画を、なんか40分ぐらいの動画をなんか少し前に上げてて、それ見てあのめちゃくちゃ触発されたされて、よっしゃやるぞ明日からやるぞ英語やるみたいなって思ったけど、結局何もやってないです。はい、ということで、まあこれからも英語を覚えることがないまま死んでいくのかなっていう感じで思ってます。はい、さよなら。